はい、おはようございます。前回ねオーディションやって記者さんが来てるからバフがかかるよみたいな感じだったんだけどダメでした。ということで今回バフかかってない状態でライバルオーディション行こうと思います。よし、ライバルオーディション、ミキちゃんに会いに行くけど、あれだぞ、いつこ変なこと言うなよ。ミキちゃんに話しかけないでね。嫌な予感で、マジか。ミキちゃん、ミキちゃんだ。緊張してるんだ。私が13でミキちゃん15で、いけるかな。思い出使えばいけると思う。ちょっと恥ずかしいじゃないですか。周りのスタッフも呆れてますよ。よし、ダンスが熱いのね。ダメだと思ったのに勝っちゃった。おお、なるほど。と思ったら勝てちゃった。さん、どうしてここにいるの？合格しました。リツコさんも勝ったんだね。なんだか意外なの。ミキちゃん今日も可愛いね。でも今日は楽だったもんね。楽じゃなかったよ。やっぱリツコさんが勝っても不思議じゃないかも。楽だったかしら。割といっぱいいっぱいでしたよね、プロデューサー。危なかった。よし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 。ボーカルが低いね。合格おめでとう。テレビ見てた？ありがとう。あ、もうこれ70万人以上のノルマも達成してるよ。いやー、なんとかメンツを保てましたね。ナムコプロ万歳です。万歳です。油断大敵ですよ。はい、プレゼント、金の腕輪。え、本物の金かな。え、 100% ゴールド。マジか。田中貴金属じゃん。え、何グラムだろう。あ、売りたい売りたい。ビーハイブノバ。お、ビジュアルアップ、いいね。よし、続けよう。ね、
今までさ、セーブの時上書きしますかなんて出なかったよ。どうしちゃったんだろう。あと3周。来週の朝。ダメ。メガネ好きなんだ。今日の夜、ライスボール、おにぎりの平田新一。うわ、怪しい。怪しい。こいつ本物の記者かな？怪しいな。まあいいや。ライスボールの平田新一ね。おはようございます。よし。じゃあ今日は適当に、こなして、でライスボールの平田と買って、プロデューサーちゃんかけ、おはようちゃん、よし、ステータス上げるぞ。はい、プロデューサー、今日はオーディションに出場しましょう。ダメ、ライスボール、もちろん狙うは1位というわけで、さてプロデューサー、ダメです、約束しない。了解です。その代わり、毎日流行はどうやら1位の、うん、ライスボールの平田と取材をして、ハードレッスンでいっか。あげたい。もう歌詞レッスンちょっと苦手。まあまあまあいいや、やろう。甘めにさ、おにぎりのなんとかさん、おにぎりのライスボールのなんとか、平田だ。ナムコプロの秋月律子です。え、私が人類史上最高のメガネアイドル？何これ、悪い気はしませんね。料理雑誌？本日はありがとうございました。完成原稿楽しみにしています。よし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 、バフかかるぞ。アイドル髪、アイドル神、アイドル髪やるじゃん。よし、これで、あのね、来週オーディション、アイドルアルティメイトオーディション受ければいいと思うの。遅くまでお疲れ様。お疲れ様。では君たちのアイドルランク報告だ。どうかな。増えた増えた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次はどんな仕事する予定？ちょっと楽しみ。うん、じゃあ来週か再来週オーディションね。よし、じゃあお疲れ様でした。おーい、プロデューサー。はい。いやー、なんだか予定が決まってないと、うん、次のプロデュース、いいよいいよいいよ。次、わかった。はい。
ありがとうございます。次オーディションやります。それじゃ約束しましたから。ご視聴ありがとうございましたです。